皆様こんにちは。アリアルと申します。Q さんに代わって今回の動画説明をさせていただきます。今回はコラボ動画となっています。Q さんが、なんと、ゆっくりボイスとなっています。楽しんでいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。では、本編スタート。皆さんこんにちは、幻想郷ゆっくりゲーム実況部、部長の鮭です。部員の霊夢よ。今回は、この、ガーティックフォンを使って、お絵描きバトルをするんですが、今日は、実況部メンバー以外の方に来ていただきました。なんと今日は、Q さんと、コラボさせていただきました。Q さんは、数々のゲームを実況されている方で、とっても素敵な方なのよね。それでは早速、Q さんにご登場していただきましょう。はい、どうも、Q です。ゲーム実況をしています。もしよろしければ Q チャンネルに遊びに来てください。概要欄に URL を記載していただきましたので、よろしくお願いします。好きなものは動物です。ありがとうございます。私は、絵を描くのが苦手だけど。頑張ります。ふふ、二人が驚くような絵を描いてあげるわ。きっとこの動画をきっかけで霊夢画伯が誕生。そして、絵を売って金持ちになってセレブの仲間入りよ。ちょっと何言ってるかわからない。お金儲け。お金儲けれたら、何をしたんだろう。私なら、脱。貧乏巫女よ。さあ、頑張るぞ。お、始まったね。ここに、描いてほしい絵のタイトルを入力するんだね。こういうのって、悩みますねー。どんなお題にしようかな。しかし、編み物をしているグルッタしか言って、なんやねん、想像できないよ。あと、録画し終わってデータを見たときに、かなりカクついてるのが目立ってしまっていて、私のパソコンポンコツくんなので、ごめんなさいです。さて、私からのお題は。これ、夏っぽくていいでしょ。おっと、時間が来たみたいだね。私は何のテーマになるのかな、ワクワク。はい、これです。私、鮭が寝ている姿でーす。ああ、まずは布団を描いて、と。これに色を塗りたいんだけど。あ、これかな。コップみたいなアイコンのが、多分そうだね。おお、いいじゃんいいじゃん。霊夢はあんなこと言ってたけど、私も絵は上手いんだよ。しかし、色のセンスがな。鮭だよっていうのをアピールしたいんだよねー。鮭といえばさ、イメージはピンクなんだけど。ああ、これじゃない。いかん時間がなくなる、とりあえず顔を描いてみよう。ゆっくりの、あの顔が寝ているところをイメージ、そして、シンキング。なんか全然イメージと違うんじゃねー。しかし、まだ諦める時ではない。このコラボをきっかけに、私は画家デビューするぞー。って、これじゃあ霊夢と一緒じゃん。これ、目がつぶらすぎやしませんか。そして、寝ていると言ったら定番の、ツヤー、だよね。寝ているのがわかるようにしてっと。いいんじゃないいいんじゃない、来たんじゃないですか鮭が吐く。Q さんや霊夢は、どんな絵を描いてるんだろう、楽しみ。もう時間切れだね、次はどうしたらいいのかな。この絵を説明してみよう、か。これ、めちゃくちゃ上手じゃん。霊夢が描いた絵じゃないってのは、一目瞭然だね。Q さん、うまいな。やばいぞ、これは画伯の座を取られちゃいましたねー。あ、そうだ、この絵のタイトルは。どう見ても豚が歌ってる、よね。しかしあの短時間でここまで描けるっていうのがすごいよね。とりあえず、これに決めました。でもちょっと待って、私の絵、見せたくないな。今から答え合わせだね。おい、霊夢はどんな絵を描いたの？みんながびっくりするような、天才的な絵よ。想像がつかん。ここでみんなの描いた絵を答え合わせしていくのね。そうみたいだね、みんなどんなのを描いたんだろう。しかし、本当にごめんなさいです。ブラウザゲームだから大丈夫だろうと思っていたんですが、予想に反してカクついてしまいました。ああ、これは私が描いたんだよ。かわいい顔ですね。髪の毛がいい感じ。Q さん、ナイスフォロー。ああ、これ、鮭だったのね。最初、ちょっと使い方に慣れなくて焦ってね。気づいたら私より布団がメインの絵になったよ。これきっと布団は白飯で、鮭はキュウリの Q ちゃんみたいなポジションね。その例え。次の絵は、私が描いたのよ。海を描いて入道雲を描くつもりだったんだけど、なんか違うものができたのよねー。雲に見えるけど、下の黒いのは雨かなー。
雲で。私もあの黒いのがなんかわからん。自分で書いたのに。これは私のお題ってことは、Q さんが書いてくれたのね。マウス難しいからこれくらいしか書けない。いや、うますぎでしょ。これはすぐにわかったよ。歌ってるなーってピンときちゃった。ちょっとお題が簡単すぎたかしら。それにしても、さ、面白いねー、このゲーム。そうね。Q さん、素敵なゲームを教えてくれてありがとうございます。こんな感じで、みんなでそれぞれお題を決めて、決められたお題で絵を描いて、答え合わせしていくんだね。次こそは負けないからね、ちょっと難しいお題にしてやるわ。はい、というわけで、2回戦目、頑張って描いていこう。霊夢がアイスを食べてる姿ね。霊夢は年中アイス食べてるから、イメージは完璧なんだけどさ。しかしやばい時間がもうない。ちょっと待て待て、描けてるのはアイスだけかい、と、小一時間自分に問い詰めたい。まあでも、霊夢といえば赤いリボンだよねー。これさえ書けばなんとか。いやーなんかこれおかしくないか。さっきも Q さんが言ってたけど、マウスで書くのって本当に難しいね。なんだこの曲げやりな文字は。気持ちほどの赤い飾りをつけて。終わった。済んだ。さ、さて、気を取り直して、この絵は何だろう。どう見ても Q さんだよね。Q さんのアイコンかな、とも思うんだけど。でも、アイコンじゃ面白くないから、これにしよう。Q さん、動物大好きだもんね。あ、そうそう、ちなみに私も動物好きなんです。Q さんの実況してる、プラネットズーはわかりやすくておすすめだよ。そろそろ時間切れになりそうだね。霊夢や Q さんはどんな絵を描いたんだろう、楽しみー。鮭、今度こそ私が画伯の座をいただくわよ。いや私に言われましても。なんたって、今度は難しいお題にしたからね。Q さんだって難しくて描けないはずよ。これ、私が描いた霊夢。リボンが特徴的ですね。顔が口だけだとちょっとスプラッタ入ってるようにも。怖い。ああまさかのそこを突っ込まれたー。ちょっと、あなたどんな目をしてるのよ。霊夢ちゃんはもっと美人でしょうが。夏っぽいかなって思って、これをお題にしたよ。私が描いたわ。ん？これはただのバーベキューに見せかけて、後ろは霊夢さん。私は、Q さんをイメージしてみたわよ。トングを持ってワクワクしているのが霊夢的チャーミングポイントね。霊夢こそどんな目をしてるのよ。私は、ちょっと難しいお題にしたのよ。ああ、なるほど。まさか自分のアイコンを書くことになるとは。自分で書いた絵じゃないから、うまく書けない。なるほど、アイコンをイメージしたんだね、やっぱり。まさかこのお題もクリアされるなんて。次こそもっと難しいお題を出してあげるからね。ああ、残念だけど、今回はここまでだよ。え、はい、というわけで、今日は Q さんとガーテックフォンで遊んでみました。とっても面白いゲームだったから、リモートでみんなでワイワイやるのも楽しいと思うわよ。はい、最後に Q さんから、一言お願いします。はい、今回は幻想郷ゆっくりゲーム実況部さんとコラボさせていただきました。自分がゆっくりキャラになる日が来るとは思いませんでしたが、いつもと違う声もいいな、と。また機会がありましたらよろしくお願いします。ご視聴していただいた方々、本当にありがとうございました。どうでしたでしょうか。Q さんは、ゆっくりボイスもいいですね。幻想郷さんの URL 等概要欄に貼らさせていただいております。ぜひ遊びに行ってみてください。このようなコラボもまたしていきたいと考えています。もし、ご希望の方がいらっしゃいましたら、Q チャンネルの Twitter から、DM をください。よろしくお願いいたします。最後までご視聴していただいた方々本当にありがとうございました。